はい、じゃあ続けていきましょう。ゼルダの伝説ですね。よろしくお願いします。アルバム探し、ダークソウルもやらねばならぬのだが、一度こちらに戻ってきております。というのも、今度はアルバム見て、これかな、これを探すか、まあ、この多分泉なのか泉じゃないのか分かんないですけどね、それっぽいのを探すか。ゼルダ、ハイラル城はね、ちょっとめんどくさそうなんで、まあ、できるとしたら、1、2、3、これは無理でしょう。無理だと思う。俺はね、無理だと思ってんだけどね。山を探したいんですね。雪山を探したいと。だけど、雪が積もっている山というのが、ちょっと違うよね。これじゃない。でかい山が1個ボーンって立っている。あれかな。あ、ごめんなさい。剥がして。ありがとう。また見えねえんだよね、雲がかかってて。ちょっとあれっぽくもある。で、またね、相も変わらず同じこう謎の未開の地になっているので、怪しいっちゃ怪しいんですよね。他になんかある？手前にね、この門があって、山が奥にあってっていうだけなので、でもこれちょっと怪しいかな。雪が降ってるかどうかがちょっとわかんないけど、向こうのあたり行ってみてもいいですかね。マップ開いて。あそこに塔があって、祠がある。あ、馬宿もあるな。馬宿ほとんどつかなかったな。ん？塔はどこっつったっけ俺。あれ？雪、あれ？雪山が消えた。俺が探していて雪山が消えた。どれのこと言ってたんだ？あ、あれか、あれか？ん？あっち？あれ？これじゃない。これじゃない。あそこにもあるな、なんか。あれじゃないな。やっぱこっちだな、多分。奥にあれば、それでいい。となると、塔が、ここに果ての塔があるんで、一度そちらに行って、そっちから反対に向かって行ってみるっていうのもありか。草を刈る 武器が壊れるゲームでさ、草刈りなんてできないと思うんだけどね。武器の壊れない武器を手に入れないと。でも武器壊れない、壊れない武器手に入れたらもうクリアじゃないのかなと思うんですけどね。さあ、果ての塔。逆に良かったかもしれないね。こうやって、あっちこっちから、その対象の塔じゃない、山を見ることができれば、それはそれで。ラネール山？俺が見ていたのはラネール山なのか。どうやらそうっぽい？そうか。もっともっと先か。ただ、ラネール山ってもうギリギリ、マップギリギリなんですよね。だから、果ての古代研究所まで行くか、そしたら。ちょっと、ねえ、霧がかかってて、山の全体像が見えなくて、確証が持てないんですよね。もしかしたらね、千葉さんって誰だよ。手羽さんのいる王の山かもしれないんで、これ難しいね。誰もね、土地に詳しい人はいないし、一人で戦うしかないんだ、俺は。ちょっと近すぎたか。おまけに今、AM3 時、ちょっと晴れないと難しそうですね。で、ここから、果ての塔になっちゃうのか。OK。じゃあ、ちょうどここ、ラネール地区だから、多分こっちじゃないね。多分。ラネールにはラネールの、ラネール感出してくると思うんで。リンゴか。じゃ、ちょっと、探す？
いやー、何にもないのに探すのはちょっと無理かもしんないけど、そのラネールの池だか湖っていうのをちょっと探してみるか。また隠されてんのかな。意外とそんなに遠くなかったり、いや、しないよな。どこだっけ？これがサーディン公園でしょ？ここからこう行って、ここさすがにここじゃないよね。ラネールっつってんだから。どっかある？俺がもしかして見逃してるっていう可能性もあるけど。ちょっとまあラネールのとこ行ってみるか。少なくともここからの景色だと全く判断がつかないんで、いろんなね、角度、いろんな景色から、ね、望遠鏡なり写し絵で見ないと全く把握ができない。1、2、3、あと4つ？ 4 つのうち、そうね。まあもう半分以上見つけられているので、個人的にはもう満足してるんですけどね。山を見せてくれ。どれだ？これか？俺が見てる山はどれなんだ？あれ、バールッタでしょ？バールッタの隣にあるのクオタ台地？ラネール台地のことを言っているのか。ちょっとここから自力で探せばやっぱりちょっと無理があるか？ゼロ池、セラ、トト、ミカウ、タメシ、ルト、ルト、ルト、ラ、ルート、ラトゥルト、ラネール、ワンじゃないんだよね。でもさ、湾があるなら、そこの流れに沿っていけば、ラネール湖がある。果ての湾、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 湾ばっかりだね。湾、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 湾。どうしよう。俺が探してるのはさ、ラネール湾だったら、湾じゃないよ。絶対湾じゃないよ。ここのことじゃないのかな？こういうところ？でもそれっぽい。森やら何やらは見えないけどね。オッケー。いいや。アルバム。どう？あれに、あれっぽい？それっぽくはある？朝にならないと何度も言うけど、ちょっと把握しづらいね。あと分かることといえば、あ、ちょっと待って。ここからこう行くと、道じゃないのか。道路じゃないですね、ここ。となると、ここじゃないな、やっぱり。お水の中に入ってしまいそうなので、おそらくここじゃないでしょう。無理して分かんないものを探すつもりはないので、別の方に向かってみましょう。例えばそうね、でも山ってさ、ニブラ山だっけ？ヘブラ山？ニブラはドンキーコングですね。ヘブラ山がどこだったっけ？結構ね、雪降ってるとこっていっぱいあったんですよね。一度荒野の塔にも行ってみるか。多分マップ解禁する必要あんのかな。ちょっと、できればさ、どこで今アルバム記憶を全部たどれたかっていうのをちょっとチェックしたいんですよね。こことこことこことここっていうの。で、そうしたら、余ってる地区っていうのが絶対出るわけじゃないですか。そこがさ、怪しい。ところと言えますよね。言っちゃえば。これ分かんのかな？こういう感じでしか分かんないのか。良くないゲームだな。まあ、いっか。ちょっととりあえず。
1,2,3,4,1,2,3,4,5,6,7,8個でしょ。で、それが、まずこの辺に入る式典があった。この辺が公園、公園どこだっけ、公園この辺にあった。で、ゲルドのところがね、あった。で、どこだっけ、火山のあたりに1個あった。でもこの辺りにはもう一つ二つあった。で、ちょうど、どこだったっけ、新しく地図で、ここの辺にあった。となると、まあ、ハイラルにまあもう一個あってもいいし、まあ、残りが 1,2,3,4。ここに1でしょ ?1、まあ、2、そうだね、2、3、4、みたいな感じになってくるか。可能性としては全然ありますね。あとは塔があるかですね、こちら側に。向きは正しいね。よし、行こう。クソ寒そうなので、なんか建物がいっぱいあるね。悪いやつもいっぱいいる。本当に悪いやつか分かんないですけどね。祠があるけど、今はとにかくアルバムを探したい。とにもかくにもアルバムを探したいんだ。なんで俺ダメージを負ってんの？誰かに殴られたかな？記憶にないや。結構、写真撮ってんのが昼間なんですよね。まあ夜は寝てるかみんな。なのでなるべく昼間のうちにね、行動できれば、いいなぁと。思うんですけれども、俺は日が出てないうちに行動しないと辛くなっちゃうんですけどね。直射日光とか太陽の光を浴びると眠くなっちゃうんですよね。強い光を浴びると気持ち悪くなっちゃうし。登れるかな。よっ、よし、来た。よしよしよし、ね、ありがとうリンク、頑張ってくれた。余裕があるところはどん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 登っていきましょう。自力でね、生きれそうなところは。そろそろ寒くなってくるか。この辺りに塔が見えないってことは、もっと奥の方に多分あるんじゃないかと思うんだよね。ないことはないでしょう、未開拓マップなんで。よし、行くぜ。何分？ 13 分。まだまだいけるね。いや、素晴らしいね。やっぱ登れる。やっぱ頑張りゲージなんだよな。結構さ、だって防御系のスキルはね、もうミファ様のね、祈りもあるし、ね、ダルケルの守りもあるんで、割とこう、防御寄りではあるんですよね。ウルボト様は、ね、攻撃系だし、ね、リワトルは、どっちかも補助系だけど、今弓と組み合わせるのだったら、どちらかといえば、まあ、攻撃よりにはなるかなと思うんですけど。とあったね。ん？ちっちゃいエアロック。ちょっとかわいい。マップを見して。いい感じ。だけど E 型のアジドの方に行きますね、ここだと。なんか言い忘れがあったかな。そうね。ああ、才能がなかったらどうしてたかっていうね。もともとね、リンクは騎士の生まれだったんですね。名家っちゃ名家ですよね。まあ、ピンキリなんでしょうけど、よっぽど才能だけでのし上がってこれたんですかね、リンクは。名前はなかったのかな。名家でもなくてもちゃんと、取ってくれるようなちゃんとした国だったのか。だとしたらね、いい国だけど、しばらくは。才能がなかったらどうしますか。でも騎士の家だから絶対にならなきゃダメだ。別にいい。それってあれだよね、親とかその血筋の言いつけだからやらねばっていう。ちょっと、ゼルダ姫っていうさ、
国のさ、トップの考え方っていうか、お家のね、圧力とはちょっと違うからね、別にどうでもいいじゃんって思うんだけど。最悪だって才能がなかったらさ、無理じゃねって思うんだよね。剣の才能がないけど、騎士の生まれだけど、剣の才能がない。どうしようもないよね。じゃあ何の才能があるんですかね。なんか代わりの才能とかはがあれば、そっちにさ、シフトしていった方が絶対いいと思いますけどね。無理して、好きならさ、やればいいけど、特に興味もない、やりたくもないだったらやらなくてもいいんじゃないですかね。それ仮に才能があってもね。何の曲だ？あ、人だ。ゲルドの塔。かしいわ。いつも弾いてくれる曲とは違いましたね。さあ、遠景から見ましょう。いろいろ。また竜が飛んでる。なんか竜もね、結構何種類 ?2、3種類いるみたいですね。俺が見たのはさっき赤い種類、赤いやつと白いやつもいたっけ。でさっきの雷ね、サンダードラゴンみたいなのもいたし、特にでもさ、お話にはさ、関わってこないから、で、敵でもなく味方でもないってことは、この世のものではないのかな。次元流的な、あちこち行き来できたりするのかな。これを見てもちょっとわからんか。さすがにね、マップ見た限りじゃわかんないけど、まあ、例えば怪しい、あー梅竹ね、怪しいって言ったらこの辺だけど、これ全部山々だもんね。なるほどね、これが E 型のアジトになってたと。曲がいいね、アコーディオン。俺はどこを見ているんだ？こっちか。なんかやっぱそれも違いそうですね。山の形、形状を見ても。この辺にはそれっぽいところはなさそうか。何分？20分。なかなかやっぱ進展が難しくなってくるよね。全く情報がちょっともう俺の中にはない。ここゼルダの、ね、ハイラル城ぐるぐる回ってれば、まあありそうではありますけどね。 OK。 そしたら二村じゃなくてヘブラ、ヘブラ山はどこにあったっけ？それもわからなくなっちゃったな。とりあえず雪山が見えそうなところまで飛んでみようか。やっぱりこのゲルド高地っていう方の山ではないよね。あるとしたらやっぱりここの先、雪の大地とか、雪の大地か、これ雪か、雷だよねとか、ここかな、このヘブラ、ああヘブラ峠、ヘブラ山、ヘブラ山脈。ああ、こっちにもまだ地区があったのか。じゃあ向こう行かないとちょっとわかんないかもな。アルバム、これじゃない。あ、そうだ、確かね、これさ、見えるかな、右にさ、写真の半分よりも右をさらに半分にした右端の方になんかね、見えるかな、これがあるんですよ、多分。おそらく
あれだと思うんだよね。ずっと気にしてたんだけど。なので、今、マーキングしたところが、ではどこにある？ここでしょ？ということは、もっともっと先ということになりますよね。ここでいいか？そうだね。反対側から見ないといけないんで。ちょっと塔がないんでね。わかんないですけど。ちょっと自信、俺はありありですよ。上昇気流、上昇中。炎が集まると上昇気流が発生する。竜の周りにも上昇気流が発生してるんですけど。やっぱ上り竜ってことかな。こんなところ来たっけ？全く記憶にないぜ。さあ、方向を間違えないようにね。ひんやりだけ。塔が向こうにあるのか。この山なのかな。赤いビーム。あのさ、なんかマーキングが見えなくなるのってこれどういうことなんですかね。どこ系なんだろう。ちょっと待ってね。ここがこうで、木がこうなってて、アルバムがこうなってるって、アルバム必ず、まず木が見えてないといけない。で、木を右にしていないといけない。右にしていないといけないけれども、右なら何でもいいんだから、ちょっと考え方が、わからん。まっすぐここで通り過ぎたいんだけど、あそこにね、ケンタロスさんがいるんで、ボコボコにぶちのめされる可能性が500万%なんで、多分山は、あたり見回すと、そこしかないんですよね。これしかないんで、多分ここの辺をぐるぐる回ってれば、多分それっぽい場所にはたどり着けると思うんですよ。で、ふもとに一本道のようなものがあるので、多分それを見れば、見つけられればもう一目瞭然、塔に何に行かなくても追われると思うんですよね。ということで、まずそこの高台に行き、ん？ヘラジカだな？大丈夫だな？俺を襲うための人じゃないな？やめてくれよ、怖いから。モンスターハンター的なゲームだったら、そこからね、雷落として俺をぶちのめすためだけのモンスターですけれども。また風車だ。この風車たまに、あ？何これ？弓でも入れってこと？うわ、見つかった。またね。またね。みたいな感じなことをやっていけば絶対いいと思うんですよ。なんですけど、赤いさ、俺の赤いマーキングがさ、全く見えないんだけど、そういう場所だから？ちょっとよくわかんないんだよね。何分？ 24 分。間に合わねえかな。ねえ、見えてる状態で、お、なんだ？あ、風向きが変わった。やったぜ。これはもう山のね、中央、頂上に行ってしまって、そこから、なんとなく探した方が、早そうですよね。どこまでね、遠くの景色が見えるかっていうのはちょっとわからないけど、ここはリバトルかな？最後のリバトルか。でもなんとかいけそうだな。よし、ありがとう。ここから行ければ山のね、山頂には多分つけると思うので、マーキングが全く見えない。
どうなってんだ。やべ、ゆっくり景色もさ探せやしね。祠どころじゃねえんだよこっちは。高すぎてもわからんか。なんかある？あそこ祠かな。まあいいや、今はそういうとこじゃない。アルバムで、ここがこうだから結構距離はあるんだよね。マップを見て、例えば、そうね、ここが右に寄ってて、これがこう。山はどこにあるんだ？やっぱ塔行った方がいいか？塔はどこだ？塔すら見逃したぞ、俺は。もっと山頂行くか？今俺はどこにいるの？ああ、全然近づいてはいないね。マーキングに。あの山か？アルバム。ちょっとわかんねえな。この地図からわかることは、写真を撮った場所は雪山ではないんだよね。雪山のほんとふもと、入り口にあるところだから、少なくとも、ね、ここのところじゃないし、じゃあ山頂がどこにあるかっていうことか。山頂から、本当にね、山頂を目指す、あそこ塔あるじゃん。よし、あそこ行ってみようか。塔があるってことは、そこの近くにね、家とかがあったりすると助かるし、俺のリーバルトルネードは使えないし。雪ってさ、もしかしてこれ足遅くなってる？足取られてんのかな？場所によって音楽が結構変わるのがいいですよね。それもさ、決してさ、穏やかな感じじゃなくて、なんか平和な中にも厳しさがあるような感じの音色、音を使ってる感じがしてさ、すごく俺は好きですね。と、あのバッテンくれてんのが山頂なのかな。あまりにも雪すぎて全く把握ができない。それに塔を目指しているのにもどん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 下に降りてしまっているので、これだとよろしくない。できれば登りながらね、上に、上からなるべく降りていきたい。また雪玉ゴロゴロか。当たりゃしねえんだよ。イーガダン、根絶やしにした方がいいかな。まあ、イーガダンかどうか分かりませんけど。割とこうね、普通の動物とかもいたずらでね、石落っことしたりとかするらしいですからね。ちゃんと知能があるってことだ。悪いことが楽しいって分かってるんだ、あいつらも。山頂近くになって、あ、こっち、こっち、この辺りの先に木がね、一本山の上に立ってる。どうにかしてあれをね、やっぱ目印にして見つけて何にも見えねえんだけど、あれか、あれだね、ようやくお目見え。ここですね。だから赤いのはちょっとおさらばさせましょう。ありがとう。よし、完璧だ。なんだけれどもだね、塔は向こうにあるか。
まず、そうね、目印はつけた。で、塔を、塔からね、マップを更新すれば、道がどういう風になってるかっていうのがわかるので、多分一本道になってる箇所っていうのが、多分どこかしらにあると思うんですよ。それを見つけることができれば、なんかハイラル城すごい近いっすね、こう見ると。ハイラル城ってか、ここ、あれだね、谷になってるんだね。なんだろう、他国からすげえ攻めてこられそうですね。この辺までまあ征服してあるんだったら、雪山とかをね、雪山やデスマウンテンをね、遠征したりするので、ぶちのめそうではありますけど。早い段階。ん？また君か。リバトルはまだ使えないか。なんか雪山がね、すごいことになってるけど。雪山っていうか。まあでもトンビがいるってことは大丈夫だろう。あの雪、ね、氷の塊が俺に襲いかかってくるなんてこともなさそうだ。そこを登るのか。よし、行こう。ヘブラの塔。通れないなんてことはないでしょ。ツル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 。マジか。邪魔だな。トルネードいつでも OK だ。神タイミング。助かるぜ。よし、完璧だ。バッチリだ。よし、来たぜ。で、これでマップを見て、よいしょ。ここがヘブラ山なのか。わかんなかったんだね。で、ここにこれがね、木があるので、これを右にして、だから、ここ、この辺か？道、だから道があるはずだから、道がないと話にならないから、道らしき道がないな。この辺、ここの辺かな。ちょっとそれっぽいか。だから、馬宿もあるし、ちょっと行ってみるか。もしくは、シャタワ、飛行訓練場のところ、道がそれしかないんで、ああ、この辺とかも考えられるか。OK、分かった。探してみよう。